ここにいて安全かな。さあな、森でムークを見かけたか。もうすっかり夜ですね。あなた様がいらっしゃってよかった。いつか菰田の浜の血は洗い流される。何でもなかったかね。私が酒井様なら志村様をお助けしないね。あんた、なんてこと。考えてみて、志村様さえこの世にいなければ酒井様は地頭になれるんだよ。もう子供はどうする。将軍様が助けてくださる。酒井様はこの戦が終わるまで何とか生き延びるだけでいいんだよ。ひねくれてるね。猛虎らしいだろう。私たちとは違う。奴らは天を制して地を震わせたいのさ。私は家族が無事でいてくれたらいい。あいつらは志村様を引きずっていった。ゆっくりとみんなに見せつける。お侍が賊の隣にいたと思ったら瞬く間に後ろを取ってたらしい。侍が生きているのなら杉寺の僧兵たちもまだ生きているか。僧源か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をしたやつらが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。コモダの浜で猛虎がお侍に勝てた。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。どうか空腹なんです。そなたを苦しめて。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。
隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるの、はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてね。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。ふぬけばかりか。お前を殺せば。我が一族の敵。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。
どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。カエの武具、援軍が来るはずだったのか。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もしお叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を。しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ影。